WBC の開幕を前に、韓国代表の投手が大谷翔平選手との対決で故意にデッドボールを狙うような発言し、物議を醸しています WBC 韓国代表の高速投手は1月に行われた韓国メディアのインタビューで打者の大谷翔平選手との対決について問われ、真ん中に投げたらホームランを打たれる気がすると述べました。 その上で、いざマウンドに上がって投げるところがなければ、体の痛くないところに当てて、塁に出すしかないと話しました。この発言が伝えられると、韓国では、スポーツマンシップに書く、冗談でも言ってはいけないなど、批判の声が相次いでいました。これを受け、後投手は先月末、自分の立場を考えずに、軽率な発言だったと釈明し、ずっと限界に挑戦して勝ち抜く姿がすごい。 スポーツ選手として勇気をもらえると、大谷翔平選手へのリスペクトを示したということです。その上で、どう攻略するか考えはある。本番では、しっかりやりたいと、直接対決に改めて意欲を示しています。MLB、大谷翔平の打棒に、気持ちが傷つく同僚も呆れる飛距離、見すぎないように。ウォルシュが語る、大谷翔平、僕らとは違うルールでプレー ワールドベースボールクラシック WBC 出場に向けて帰国したエンゼルス大谷翔平投手。それまでの米アリゾナ州テンピでのキャンプは順調だった。打撃練習では衝撃のトラック直撃150メートル弾を放つなど圧倒的な飛距離を披露。同僚のジャレット・ウォルシュ内野手は彼の打撃練習を見過ぎないようにしている。少しだけ自分の気持ちが傷つくからねと語っている。 MLB ネットワークの番組でインタビューを受けたウォルシュ。司会のハロルド・レイノルズ氏が、まず大谷翔平の飛距離に言及し、スプリングトレーニングで初めて見た時のことを今でも覚えている。逆方向に飛ばす彼の姿をね、私は信じられなかったよと衝撃を受けたことを明かした。ウォルシュもレイノルズ氏に同調。彼は左中間の木を越える打球を飛ばしている。僕らのほとんどとは違うルールでプレーしていると語る。 大谷翔平は他の選手とは違う次元でプレーしているという意味だろう。さらに彼の打撃練習をあまり見過ぎないようにしているんだとも。理由として少しだけ自分の気持ちが傷つくからね、と語る。大谷翔平の飛距離を目の当たりにすると、少なからず気持ちが慣れてしまうことを明かしている。夜中でもファン熱狂。大谷翔平の帰国シーンに海外メディアも共感、センセーションを早速巻き起こした。WBC。 日本球界の司法の帰国には世界から熱視線が注がれた。3月1日にワールドベースボールクラシック WBC の日本代表に合流するためチャーター機で羽田空港に到着した大谷翔平ロサンゼルス・エンジェルスである。現球界で唯一無二とされる二刀流選手を迎えたのは凄まじい歓迎だった。 午後10時過ぎにアリゾナ州フェニックスから約12時間のフライトを終えた大谷翔平はテレビカメラ20台、報道陣約70人、そしてフライトレーダーで同行を追っていた大勢のファンに迎えられた。当人は笑顔を見せながら水原通訳と共に足早に移動用の車に乗り込んだ。夜中にもかかわらず熱烈な歓迎を受けた。そんな大谷翔平のスター性を物語る帰国シーンには海外メディアも脱帽する。 中南米を中心に世界のありとあらゆる野球情報を発信しているドミニカメディアアルバットは WBC の開幕がすぐそこまで迫る中で日本へ帰ってきた大谷はハリウッドスターのように迎えられ小さくないセンセーションを早速巻き起こしたとレポートしたまた同メディアは今大会における大谷翔平の位置づけについて最もユニークで歴史的な選手であり WBC で最も活躍が期待されている一人だと指摘 その上で日本人にとっては彼が自分の国にいるという事実が熱狂を巻き起こしている最大の理由だと独自の見解も記した。ここ2年間で二刀流による一大フィーバーを巻き起こしてきた大谷翔平。そんな期待の天才は世界が注目する WBC でいかなるプレーを見せるだろうか。なお大谷翔平は日本代表の初戦となる3月9日の中国代表戦での先発登板が濃厚視されている。